選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、あ、狼か。今日ついてねえな。夜が更けました。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい。使用は特にないです。そうだな、まあ初日のこの位置で、まあ、薄い要素でしか釣り先とか僕からの提示ができないと思うので、まあ薄い要素だっていう発言はやめてもらいたいなと思ってます。まあそこの精査逆なんじゃないとかいう指摘はいいけど、それ薄すぎないとかっていうのは、あと僕はっきり黒い白いとかっていうタイプなので、それで白置きはとかっていう話をされると、そもそもの感覚の違いなんで、やめてもらいたいなと思ってます。まあ初日から黒落としたいですねくらいしか特に言うことはないです。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。おはようございます、タラリンです。村人陣営です。そうですね、まあ、2番さんの精査は、まあ、完全に二周目だと思ったので、まあ、軽く僕の、ね、考えを開示したいなと思っております。僕は正直、この9人の人気曲、スムラガさんにいますので、自分以外にスムラをもう一人探せば、ほぼ勝てるゲームなんじゃないかなと思っています。村が負けてしまう理由、それは村と村が死んじゃうことができなくなり、いわゆる狼の甘い言葉にそのがされて、本当に村人が騙されてしまい、村と村が手をつなぐことはこれできないんですね。だから自分以外に、あ、この人は確実に村だろうなって思う人を信じてください。その結果、例えばね、負けたとしても、僕はもうそれはそれで仕方ないんじゃないかなって思ってますね。信じて負けましょう。信じて負ける。疑って負けるよりは、信じて負けたいなと思っております。以上、ご清聴ありがとうございました。4番のプレイヤーが発言します。占い師にしろ、占い師にしろ。はい。まあ、3番さんの印象ですけど、自分以外に村に引ければ勝てるっていうふうに言ってたけど、ここ、スムラって3人いるんですよね。で、村1人見つけたとしましょう。そこに対して、そこが噛まれた場合とか見つけたとしても意味がなくなってしまいますよって3番さんには言ってます。はい。私の狼補足の考えとしては、白置きの人が雑な人です。あ、こいつ紹介書に入ってんなっていうところが怪しいと思ってます。はい。例のはパッて出てください。決して私目線パッて出ていただいた方が試験詰まるんで出てきてくれたらありがたいです。はい、以上です。5番、4強かな。お願いします。まあ4番に関しては、まあ、1通りしか出てないんでとりあえず置いとくっすね。まあ、白竹の2番に関してはなんかこの位置だからなんかスリーチが上げれないかもしれないっていう懸念があるにもかかわらず、自分は白黒はっきり言うタイプなんでって、多分そこの位置でそういう懸念があるんだったら多分言葉遣いしっかり選ぶべきだと思うし、なんか印象が悪かったとかスリーチかどうかは2周目次第だけどとか、なんか言葉の選び方を考えるべきだなと思ったから、そのこの位置だからっていう懸念を持ちながら白黒はっきり言うタイプなんですよって、なんか矛盾って言っていいんかわからんけど違和感がありました。3番に関しては勝つための進行論というか、勝つために村を一人探すっていう話だったのに、いつの間にかなんかそこが人外なら信じて負けますみたいな、何言ってんだろうと思ったから、2、3ともになんか変だなって感じはしてるって感じかな。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特に仕様はないです。まあ5番が2、3に対しての精査に関しては、ああそう捉えるんだなって思ったぐらいですかね。まあそれぐらいに収めておきます。3番に関してはなんか3番の発言を聞いたときに、なんか3番がスムラが3人いるから、スムラってこの村に3人いるじゃないですか、自分、こい
こいつがスムラだって思う人を一人見つければいいっていうふうに聞いたときに、なんでいやスムラ3人いるんだから、自分合わせて3人いるんだからさ、もう一人じゃなくて2人見つけろよっていうふうに雑なぐりしてやろうかなって思ったんだけど、4番が3番に対して、まあ、自分と似たような思考を持って、まあ、3番に対して精査をしていったのを聞いた限り、4番が仮に偽だった場合、まあ、仮に狼だった場合でも4、3道路の触れない方ではないかなって思ったぐらいですか。はい、2周目頑張ります。7番のプレイヤーが発言します。でも4番死んだった時3番単品狼ってあるのに、6番さんが3番殴ってってやろうかなって思った矢先に4番が3番4番が見えなくなったら3番を叩かなくなるんですか、6番さんって。それで4番が偽で狼の時に34がないっていうのを見ないだけで、別に3番単品狼あるのに3番殴るの途中でやめたんですね。はい、っていうのと、自分以外の2人のスムラ見つければって、それその表現しちゃうと自分スムラって使用してるのと同じになっちゃうんで、それダメじゃないですかって思うんですけどね、この時点で。はい。で、2番さんに関してっていうのは、ですね、なんだっけ。いや、その位置で薄いって言われるのが怖い、なんか人、なんか嫌だって言ってるんですけど、いや、さすがに例えば、じゃあ8番がなんか喋り方がなんか黒かったからっていう理由だったら、さすがに薄いって思われちゃうじゃないですか。8番のプレイヤーが発言します。まあ、グレーの中で一番印象いいの7番さんかなと思ってて、まあ、しっかりその役ケア、もできてるし、まあ、狼を探そうとしてるかなと思った。うん、ただ、まあ、6番さんにとった要素に関してはちょっと違くて、ね、多分6番さんって別に3の単品狼っていうのは追ってるけど、4が人狼だった場合に3、4っていうのはないかなっていう精査を入れただけだから、別に3単品を追ってないよってわけじゃないから、そこに関しては7番違うかなと思ってる。で、まあ、一見中一番おかしいなと思ってるのは3番さんで、まあ、3番さんってなんだろう、まあ、みんな言ってたけどちょっとよく分かんなかったんだよね。あとまあ2番さん白崎、4番さんの白崎だけど2番さんも結構気になってて、なんかこの位置だからっていうすげえ防御感がめちゃくちゃあったなって感じはした。うん、なんか別にその位置だからしょうがないって多めに見てねって発言しなくていいから、別にまあ1周目で落とせる精査をして、その視点がクリアなのか変なのかっていうところに村を判断すればいいから、その視点もちょっとおかしいなと思う。9番のプレイヤーが発言します。はい、8番さんが一番怪しいなと思います。8番さんで評価 できるなと思ったのは最初だけかな。7番さんが印象がいい、役ケアしているからっていう7の印象がいい理由はわかるんだけれども、8番さんが3番が一番おかしいって言った、それ8目線おかしむのわかるけど、そのおかしいって言った理由がなんかよくわかんなかったって言って3番を怪しんでるっていうのが、まず8番さんおかしいなって思いますよ。8番さん自身がおかしい理由も挙げずに3がおかしいなんて言えないと思うから、8が狼っぽいなって思います。もう釣りやすい3を釣りに来たのかなって思います。で、まあ1番さんがどうなるかわかんないけど、現状4が1角現状ねしているっていうことから、6はローメ薄いかなと思ってますね。4をロー軸に置いて43を追ったっていうところが、はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。現状ね、自分6番さん9番さんが白いかなと思う。4ロー軸の時ってほぼ3はないよね。4が2に白打つ行為って3番3目って2周目反論できない位置だから、3番の狼が薄くて、まず5番さんが2、3をあるって言って、6番さんはちょっと便乗しなかったよね。6番さんは便乗しなかった。で、7番さんがそこでまた3を釣りに行って、8番さんが便乗で3を釣りに行ってるから、俺も8番黒いと思ったのよ。だからそこを9番さんが8が黒い6が白いっていうのは結構自分と視点が合うんで、俺現状6番9番白い、5番さんはちょっと2周目の考察を聞こうかなと思ってる。3を最終便乗で釣りをした俺、8番さんの人狼が一番硬いんじゃないかなって思ってる。2番のプレイヤーが発言します。はい、なんかごめんなさい。3番さん白なのね。なるほどね。3番さん
なるほど。ちょっとあれだけ聞かせてほしいですね、一番さんは。あの潜伏をした。なんかあんまり潜伏する理があったかなかったか、俺には判断できないけど、俺はなさそうな気がしたから。それだったら3番さんしろって話を進めた方がいい気がしたんだけど、って思ってる。ただ8番さんを、ああ、まあ、3しろ持ってるからのポーズですね。それはちょっともう一回話を聞いてみると分からんけど。8番さんが狼だった時って、まあ、6番さんか14のどっちかに狼でっていうこの構図の中で、8番さんが、86とかはあるかもしれんけど、それ以外の時って8番さんって結構ヘイトもらえる発言だと思ってるから、あの発言が。あんまり、狼っぽくは俺は見えなかったですね。で、理由がうんぬんとかは、まあ別としてね。まあ理由が正当であれ、八幡さんが三番さんに視点向けることがあんまり狼っぽくないなとは僕は思ってます。真偽については一番さんの話を聞いてからですかね。って思ってる。視点は合わない、一番さん。3番のプレイヤーが発言します。それでは1日目の2週目の精査をしていきたいと思っております。1番が3しろ、4が2しろですか。この22進行の場合は本当にどうします?霊能ローラーにするか、それともグレーを1回詰めるのか。別に霊能ローラーだったら、まあ、とりあえず6番さんから切っちゃうことになりますよね。現時点で新目が高いのが、まあ、4番さんが新っぽいなとは思ってますね。1番さんが潜伏する理由は基本ないと思ってるので、どうなんだろう。狼なのか狂人なのかは分かんないけど、狼と考えになったら、あの多分霊能は信教の可能性が非常に高い。そうすると4番さんが死んだとすると、2番さんがマックス狂人なので、霊能ローラーから行くんだったら6番。それ、もうただ1番さんがもしも狂人だった場合、霊能に狼が出てるから、まあ、その場合は、ね、天地できないとダメですけど、それでもやっぱり6番が狼の可能性があると思いますので、霊能ローラーから行くんだったら6番を追加なと思っております。そうだな、最終便乗位置の8番は怪しいですが、1番が狼だった場合は8番は白の可能性が非常に高いと思っていますね。1番が狼なら8番はおそらく白でしょう。はい、頑張りますね。1番が狂人だった場合は8番が狼があるのかもしれません。まあ、とりあえず現時点の考察はこんな感じですかね。まあ、とりあえず、霊能ローラー行くかどうかはあの皆さんで決めてください。9番までの位置で決めてくださいね。9番までの位置で決めてください。以上です。ご清聴ありがとうございました。4番のプレイヤーが発言します。まあ白崎の太鼓の白崎の3番は私のことを信じて見てくるのはありがたいんですけども、霊能ローラーで行くならとかそういうことばっかりで霊の精査がなかったなって思いましたけど、はい、霊能の単品の発言を聞く限り2と6だったら2が超人っぽいのかなって思ってる。だって、初心の段階で、一応私、白出てたからあんまり触れなかったけど、自分考察、なんか発言できないからとかいうふうに言って、あなた、白黒言うとかいうふうに言ったのにもかかわらず、白黒あんまり言ってないよなって思ってるから、発言矛盾してるなっていうふうに思ってるから、2番が狂人なのかなって思ってますね。で、2番が狂人に見えてることから、1番はローなのかなって思ってる。はい。白崎の3番が、まあ、私のことを信っていうふうに言ったのは良かったけれども、霊能ローラーするか、それともグレー行くかとか、普通ローラーじゃない?そういうことどうでもいいからグレーの考察しないよって思ったから、3番って全然狼探してないなって思ったんですけど。ああ、まあ、8番が気になって、3番人がおかしいっていうふうに言って、おかしい要素を言ってなかったのもちょっとか気になったけれども、現状9番が一番白く見えてるかなと思ってますね。3番とか、なんかな、直前の8番とかの精査をちゃんと聞いてたなっていうふうな印象。で、7と5は2周目だと思って。5番のプレイヤーが発言します。どうなんですかね。4番の2番叩きは割かし変かなと思ったけど、2番ちゃんと8番は白いんじゃないかっていう精査を落としてるから、そこに関してはあんま納得いかなかったなって感じするけど、
でもどちらかというと1の方が偽かなと思ってるっすね。あの潜伏したことに関しては別に 3C を狙いましたで多分済む話だから、そこが偽要素とは思わないけども、一番視点なんで7番にフォーカス抜かないんだろうと思ってて、あの1番がサイクロだって言った8番と、あの弾いてた6球の9番が7番のことは印象がいいって言ったんですよ。にもかかわらず1番って7番に全くフォーカス向かずに、あの6球は白いと思う、8番は便乗値だから黒い、5番は2周目次第かなって言ってて、7番に全くフォーカス向かない1番って変だなって思ったんですよね。4番気にならなかったですかね。なんで1番ってあの8番9番、まあ、8番サイクロに見て9番は白いって言ってて、そこの対立、一番視点で対立してる2人が7番の印象がいいって残してるのに、なんで7番にフォーカス向かないんだろうと思った。17とかちょっと見たんですけど安直すぎます、なんかって思いましたね。そんぐらいかな。まあ26だったらどうだろう。まあ話聞きます、どうせ釣り切るんでって感じかな。ただ4番が2番の方が偽だっていうのはちょっとわからんかったって感じはしました、ね、はい。6番のプレイヤーが発言します。あ5番さんすごいいい視点持ってると思いますよ。1番さんの1周目の発言を聞いた限り7番にあんまり触れていない様子があって、で1番が占い使用した時に、あ7白持ってる人物なのかなって思ったら3白だったから、同じく5番さんと5番さんと同じような疑問は思い浮かんだんですよね、自分視点だったとしても。で僕ね、2番さんをほぼ強人と思っていて、太鼓の2番を。そうなった場合って、基本的に41進路として考えて、ラストウルフが579のどっかにいると思ってるんですよね。まず3番が単体で狼として見えない。まあ、43ローローはこの盤面上ないんだけど、31ローローだった場合って、1番さんの発言から、まあ、6番、3番のことを、まあ、殴っていなかった6番、9番のことを評価しておきながら、3番に白を打つっていう行為が、まあ、13ローローだった場合に、まあ、なんか個人的なことなんだけど、保険をかけすぎているなっていうふうに思ってて、なんか露骨、まあ、露骨すぎるからっていう理由はちょっと薄いかもしれないけど、あまり1番っぽくないって思ったのと、8番さんに関しても8番さんって単体で怪しいとは思うんだよね、9番さんの言う通り。ただそうなった場合って 2-2 番目にならなかった場合って8番さんってほぼ死ぬ位置だと思っているから、なんかあんまりね8番さんに関してもローっぽくはない。まあワンチャン48ローローがあるかなとは思っていて、そこまで見てないからラストルーは基本的に579のどっかにいるのかなって個人的に今は。7番のプレイヤーが発言します。ああなるほどね。まあ5番さん6番さんが1番が大して僕に触れてないみたいなの言ったけど、まあ、確かに僕も5番さん6番さんぐらいだったら確かに触れられてないなって思うから、一般的な客観視点でなんか疑問に思う点だけど思うけど、僕はただのそれ被害者ですね。17でそれにつなげられちゃったら僕は触れられてないだけのただの被害者なんで、触れられてないっていうか多少に不当な触れられ方したの1番さんに。なんか3番を通用して7番がで最終なんか便乗1の8番って言ったけど、便乗とかじゃないですよね別に8番って。僕だって3番さんのこと通用してないですもん、そもそも。はい、以上です。はい、っていうのと、あとちょっと1番さんに気になる点があって、まあこれ5番さんとしてなんですけど、別にその出方どうかどうでもいいんですけど、なんか4番が死にに白打ってる構図で3番が釣られる位置になりかねないから3、4が見えないっていう視点 を誰かの発言として発言したのかわかんないけど、1番自身の発言したの、それちょっとなんかよくわかんなかったけど、1番自身の発言からそれ出てて3白持ってたらちょっとやばくねって思っちゃったんですけど、なんかちょっとそこら辺引っかかったんですけど、まあ、これに関してはちょっと最悪なんか把握漏れとかに都度になりかねないので、ちょっとあんまりそこでなんか、うん、殴るのはちょっとあれかなと思うんですけど、僕はちょっと違和感を覚えましたね。はい、まあでも僕9番さん結構白いかなって思っちゃったんですけどね。8番さんへのツッコミといい、ごめんなさい、ちょっとこの位置なんですけど全然まだまだ。8番のプレイヤーが発言します。なんか俺怪しまれてる要素って多分3番さんの怪しいっていう理由を言えなかったからでしょ。まあちょっと時間なくて言えなかったんだけど、そうすると結構この2周目って
いや俺も8番を単体で怪しいと思うんだけどって発言してる人って結構いるけど、じゃあ俺の怪しかった要素って何なのって挙げてる人って多分ね、1周目も含めて9番さんしかいないのよ。9番さんはしっかり理由言ってたから俺はそれは別にいいと思ってるよ。ただそこに対して1番さんからすげえ便乗が始まってるなって感じがしてて、まあみんなが言ってる通り1番さんってなんか6級は評価する割に結構俺7が一番白いなと思ったし、なんか7を外した理由もよく分かんなかったし、別に6も7もしっかり自分の発言してたと思ってたから俺目線ね、なんかそこで7を弾いてる目線もよく分かんなかったから、そこで3白でしょ。結構もう1周目って多分例の2章なんなかった時に3か8が釣られる流れだったから、もう3を助けに行ってるような感じでも結構見えちゃうから、俺は全然3-1もまだあると思ってる。で俺まあ7番さんと9番さんはそんなに黒いなと思ってないかな現状、まあ、あるとしたら5番さんかなっていう感じで、俺4番さんが人狼だった場合に今つながる位置っていうのは正直見えてないんだよね。1番さん人狼の場合って1、3っていうのあるかなと思って、霊能は多分神教かなと思ってて、 2番さんが偽かなと思ってる。2番さんって霊能の役職持ってるんだったら1周目の最初のああいう発言出ないと思うんだよね。薄くてもしょうがないよねっていう、役職者だったらそこは精査できるでしょって思ったら俺2から来た。9番のプレイヤーが発言します。あ、8番さんの最初は良かったんだけれども、8番さん2から行きたいっていうのがちょっと合わないかな。俺は6番さんが強靭だと思ってる。理由としては6番さんの発言で 2-2 番目にならなければ8は怪しくなるっていう発言が明らかに8をローだと思ってカバンに来た6強靭かなっていうふうに思っているから、だから8が2から行きたいっていうのがやっぱり8狼なんじゃないかなと思ってるかな。7を評価するのはいいなと思う。それで5に向くのはいいと思う。けど2に行くっていうのがちょっと合わないな、本当に。俺はもう6が強靭だと思ってるよ。で、8番さんの言う2が、その、霊能でその発言かっていうのがあったけど、別に霊能でも、偽でもどっちでも言う発言だと思ってるから、そこで霊能だから言わないだろうっていうのはおかしいと思うから。なんかはっきり白黒言う。言うとか、初日から黒を落としたいっていう発言をしてるから、別に、非霊能としての発言ではないと思うんだけど。あと、5番さんが言ってた1番さんの7にフォーカスが向かないのはおかしいっていうのは、多分だけど、8級が対立軸で1番さんを置いて、どっちかに狼がいるって考えて、どっちかに狼がいるって考えての7、両方印象いいって言ってるから7を弾いたんじゃないかなと思うんだよね。それで6、9を1番さんは白いと見てるから8をローで考えてってことかなと思った。1番のプレイヤーが発言します。はい、3白です。潜伏した理由なんだけど、俺は3白が村側一番強いと思うのね。潜伏して俺は4人狼だと思ったよ。前半1に白打ってるし、で4が人狼だから自分が潜伏した時って強靭な占い師に出て怪しいとこを白を打ってくる、俺に白を打ってくる可能性も十分あったからね、潜伏してました。まあ、ちょっと1周目の発言はまず、3番さんが釣られそうに、5がまず3、2って言ったよね。で、6番が3を外して、で、7が3を釣り1に持ってって、8便乗で3を釣り行ってるから、8番さんって正直怪しいのね。で、9番さんが8を釣りに行ったんで、めちゃくちゃ白いんだけど、ちょっとね、現状578が俺のことを偽目に言ってるのね。それ占い師につけたのはすごく情報になるから、俺はいいと思う。ただ9番さんが最後、ちょっと占い師につけなかったのはちょっと怪しい。だから俺8、9のどっちかには俺人狼がいると思ってる。で、俺2番さん強靭だと思ってて、2番さんってもう4から白もらってて、2番さん自身って占い近くしたと思ったんじゃない？で、占いに出るのやめて霊能に出て心霊を持っていこうとした2が強で、6番の強靭ない要素って6番が強靭の時って絶対3釣りに持っていくんよね。なぜかっていうと6強の時って4のローが少なからずあるから4、3って見えにくいじゃん。だから6が強なら3とか釣り行くから6の芯がめちゃくちゃ高いから今日絶対に釣りね。8か9にどっちかに人狼がいると思う、俺は。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠がある？
映るんや。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。まあ多分9番は村だと思うからこそ説明しておくわ。確かに1周目の8番さんの発言って9番さんの言う通り、8番さんの3番さんに対する釣り押しってほぼ理由がなかった状態での釣り押しに見えたから、正直単体ではめちゃくちゃおかしいと思っている。正直俺も例の確定した場合で8番を釣り位置の一つとして入れておこうと思ってる、ランテージの一つとして。ただ2番がめちゃくちゃ強靭に見えて、1、4を進路として考えた場合って、1、4じゃなくて、1、8も4、8も見えづらいんだよね。1、8だった場合って、明らかにもう8番さんの発言を聞いた段階で、まあ、9番さんの8番さんに対する釣り押し理由ってめちゃくちゃ真っ当だと思ったから、8番って結構死ぬ位置だったと思ってるんだよね。その段階で 1、8ローローだった場合って、9番に便乗して、8番を釣りに行こうとしている構図が、まあ、1、8ローローに見えづらいのと、4、8ローローだった場合、これはちょっと説明できなかったんだけど、2周目の4番の8番に対する触れ方があまり4、8っぽくないなっていうふうに思ってしまったんだよね。まあ、これに関しては若干薄い要素だから、4、8はワンチャンあるかもしれないけど、あまり4番の8番に対する触れ方から4、8が見えないなっていうふうに思っていて、8番単体で怪しいけど、4、1進路として考えた場合に8番つながらないかなと思って8番を外してます。まあでもね、9番はやっぱ単体で一番言ってることが白いかなと思ってるんで、村だと思ってるんで、基本的に2番強靭として考えていて、一応の相方が5か7のどっちかにいるかなって思ってるけど、俺はやっぱ1、7があるかなって思ってる。夜が更けました。人狼に気をつけて。どうする、4か1もかもか、どっちがいい、4かも1かも。いえ、すべてお任せいたします。え、じゃあもう4かもね。お任せいたします。はい。4かも。まあ、グッジョブ出たらすみませんね。もうグッジョブ出たらしょうがないね。はい。夜。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、3番のプレイヤーが発言します。3黒ですか、9黒。あー、なるほどね。3黒、9黒、あ、なるほど。じゃあ4番が偽ということですか。どうか。4、9ローローの可能性が高いということですね。もちろんあの霊能が神教だったらと仮定すればですね。そう考えると霊能が神教だともう4級と1三ってことになりますから、他はもうあと全部グレー、まあ、白ってことですからね。いや本当にこれ以上何を交差を伸ばせばいいのかもう分からなくて、4級だったんだみたいな。で1三ローローってことですね。まあ、4級か1三、もう皆さんが信じたい方を信じていただければいいなと思っております。ただあのそう考えると、まあ、2番さんも、まあ、真なのか今日なのか本当に分かんないですよね。まあ、このまま釣り切るかどうかも皆様にお任せいたしますし、まあ、3番釣るのか、4番釣るのか、それ もう皆様にお任せいたします。今日はあの4番釣るランで構いません。4番釣るランで構いません。僕が釣られたらもう1番さんも多分、信用勝負で負けたということなので、僕が釣られた1番さんも、オートで釣るということになりますので、以上ですね。ご清聴ありがとうございました。4番のプレイヤーが発言します。はい。3番占った理由は昨日も言った通り、3番って、なんかな、私のこと信じてみてくれるのはありがたいんですが、あの、占い、あの、なんかな、霊能ロラするかどうかっていうさ、盤面のことだけで言って、グレーの考察をほとんどしてなかったから。だから占いました。結果3番黒でした。で、私視点2番に白が出ていて、2番が6番に白っていう風に言っているから、はい。これは、例の新規を確定で、一段ローローですね。はい。まあ、1番の偽要素として、1番って7番が昨日2周目になって、7番、1番が7番に指摘したんですけれども、7番が1番に指摘して、なんかな、7番は3番のこと釣り押してないっていうふうに言ったのにもかかわらず、1番って7番が3番を釣り押したっていうふうに、また発言をねじまじましてますよね。はい。
で3番っていうのは昨日も今日も結果私の偽要素とか9番の黒要素とか言わず、なんか盤面で4級か1、3ですねっていうふうに言っただけですよね。はい、はい、これが黒結果ですね。3番は昨日マングで全くグレー考察をしなかった、でローラでインクのかそれともグレーなのかって言っただけで、私が死んだっていうふうに言っただけで。3番つってください。以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ578は村確定でしょう。とりあえず78に言うけど2つらん、2つった方がいいよね多分。なんか9番も普通にくせえから、あの3級審議つかないから2つらない。なんか別に2が真って決め打てるわけでもないから、6に引き切った上でまあ13なんか、まあ2も狼の可能性あるから、まあ4強人の2級の可能性もあるし、その辺も審議した方がいいんじゃない。だから41でお互いに占わせ合えばいいんじゃない、内訳も含めて。でもなんだけどどうかな、とりあえず2落としたいんだけど、あの9番臭い理由ね、あの8番村やけど言うけど、あのなんで5番にヘイト向けてきたの。あの、あんたは、あの、1番の相方が3番はあるかもしれない、4番の相方は見つからないって言って、グレーなら5番があるかなって。で5番の黒要素は51たる理由は何も言わずにいきなり5番に言ってて、8番何言ってんだと思ったら9番が、いやー、8番良かったけどね、途中までは。5番にヘイト向けるのは良かったけどね、って5番の黒要素は9番さん。あの、5番のクリオス一切言わんかって、なんか 1番が7番弾いた理由はなんか丁寧に教えていただいたみたいですけど、5番のクロヨースはどこですかね。で、5番の相方何で見て、どこで見てるんですかね。だから9番くっせえなと思って、8番の評価書入ったなと思ったから、あの、わかんないから、とりあえず2行きたいなと思ってるっすね。あの、9番普通に臭いっすよ。はい。7番のプレイヤーが発言します。いや、多分5番さん、僕らが黒、あのラストウーフポジにふさわしい位置になってくるのって、僕らが大した色落ちがしてないからじゃないですか。黒要素があったわけじゃなくて。大して色落ちがしてないから、多分消去法で僕らがラストウーフ位置になったんじゃないですか。例えば8番は1番、8番が弾ける、4番、8番が弾けるとか、弾き対象になったりとか、3番とかね。そういうのがあった上で消去法で僕らになったんで、別に。9番さんが別に5番、な8、9が別に5番さんの黒要素を上げもしてて、5番が狼だって言ってるのは何でですかって5番さんが今切れてるんですけど、多分そうじゃないですよ、多分。僕らは多分消去法1で対して色落ちしてないから、結果的に上げられてただけなんで、多分そこら辺の精査だけで多分9番に固執しちゃうと、多分今後ちょっとやばいと思うんで、改めて再生した方がいいですよ、僕らは。はい、5番さん分かりましたか？悟しましたよ、今。はい。ただ僕は3番さんだと思うけどな。だってこれさ、あ、まあ2番は行きますか。とりあえずじゃあお茶に濁して、どうせ明日決めしないんで先延ばしてるだけですけど、まあ話をもう一回聞くといいんで。僕だって3番さん正直騎士だと思ってたもん。あ、3番騎士じゃないんかいと思いましたもんね、今日。あのなんか俯瞰視点で、なんか今日の進行どうしますかみたいな感じで、まあ4番曰くグレーセーサーあんまりなく、なんか3番騎士っぽうと思ったら違うんだなと思って、で1番さんにも、だから僕3番釣りをしてないって。で、4番神でしょ？しかも、騎士4号絵で。もうシンプルなも話だと思いますけどね。クロス飛んでくる位置を囲ってるから神って。って思っちゃうんですけどね。あんまり深く考えず。まあ、とりあえず、ね、8番のプレイヤーが発言します。まあ、3-1だと思うけど、ニクロとか、はないと思うけどね。うん、まあ、いいっすよ。まあ、2から言っても。ただ、まず3番さんって、今日、グッジョブが起きてて、4号映が俺、4号映って言ってるからね。その時に、3番さん目線って4から黒出されてるから、4の地紙もしくは、2番狂人で4、あ？ちげえか。2狼の4狂人、1神。とかでベグ神が入ってるっていうような視点を落とさなきゃいけないと思うんだけど、なんかもう4級人狼ですって言ってるのもやっぱり視点的におかしいと思うんだよね。ん？そうだよね。2狼の可能性もまだあるもん。ああ、2狼4強人であれば4手に白だから、そう、まああんまりね、白もらって出てくるとは思わないけど、狼がわざわざ、ペーローられ。
だからまあその点も踏まえてやっぱ俺は1、3が濃厚かなと思うけど、そこの視点ないのやっぱ3番っておかしいし、結局なんか信仰の話しかしてなくて、結局狼探してないし、精査もグレー精査も昨日もなかったから、やっぱ3っておかしい1だったから、やっぱまあ4、1で比べたときに、まあ、1番さんのなんか昨日の9番さんの殴りもすげえ不自然だなと思った。別に9番さん黒くなかったしね、2周目の視点って、で急になんか俺の騎士が透けたのか分かんないけど、急に黒を打ちに行くような準備をするように見えた。まあとりあえず今日2位で走った。9番のプレイヤーが発言します。はい、結論から言うと1、3、6、2、6、新強ですね。多分6強陣だと思うけど、2落とす、まあいいけど別にお茶に押すだけですけど、まあ5番さんからのアンサーに答えておくと、まあ、5番さんに向けたのいいねって言った理由としては、8番俺疑い値として3、5、8を上げていたんね。で8番さんが7球を弾いて5に向けたっていうのが、自身が村っていうことを知っているから、9がね、9が自身が村っていうことを知っているから、で9が7が印象がいいって言ってたじゃん。だから9目線7結構印象いいって置いたから、そこを弾いて5に、まあ3番は片潮だから向けれないと思うじゃん。そうなった場合5に向けたっていうのが、俺5がラスウル1だと思っていたから、その時まではだからいいねって8を強化したんだよね。なんか普通に殴り返しなように感じるけど、5番さん村だからもういいけどさ。俺3行きたいけど、普通に2死んだと思うけど、2行くの、まあいいや、2行くか。じゃあ1番さん審議つけてないって言われたけど、俺は1番さんをかばった人物だと思っているから、4級ローだった場合ってなんか別にそこまで 5番さん1が言いたかったことはこうなんじゃないかって掘る必要はないと思う。1番のプレイヤー、まあ、5番さんだいぶ分かってきたからいいと思うけど、7番さんと8番さんロックやめて、まず9番さんの黒要素しっかり言うよ。まず2、自分が潜伏してて占い 3CO に ならなかった理由よく考えて。自分が潜伏しててなぜ占い 3CO にならなかったか、4が西路に打ってるから、強人目線って4の芯を見えたんじゃない。2番さんが強人で4の芯が見えてるから、霊能をもう釣り切りに持っていきたいから、2の強ってかなり高かったのね。2の強ってだ、6の芯って高かった。6が強人の時って4のローがあるから、4のローの時って3ってないじゃん、ほぼ。だから6って絶対3釣り寄すのよ、強人だったら。だから6の新目ってめちゃくちゃ高いのよ。それを9番さんって6にめちゃくちゃ行こうとしたじゃん、あの新目の6を。だからその時点で9番さん怪しかったのと、まず5番さん、7番さん、8番さんって俺のこと2戦目で見てるってきっぱり言ったよね。578って俺のこと2戦目って。ただ9番さんって言わなかったよね、占い審議。占い審議はつけずに、あの6行きます、6行きますって、2の方がかなり興味があったよね。で、9番さんの黒要素って3番さんの白助ね。みんな3番さんを怪しんでたんだよね。9番さんだけ3番さん怪しんでないって3の評価書に言ってるから、9のローって見えるでしょ。だから9占ったら結果黒なのよ。4級人狼だって、まあ今日は2行くけどね。2番のプレイヤーが発言します。じゃあ9番さん落としますか？ 1 番さん、3番さん。いや、6番さん強人だから終わらないですよ。いいよ、9番さん落としても。1、3だと思ってるけど。終わらないんで、9番さん落としてもいいけど、って思いますけどね。いや、終わらないし、1、3人狼、2強っていう視点があるから、これ現実的には無理だと思ってるけど、この提案はね。無理だと思ってるけど、1番さんこそロックだよ、それは。6番さんが3番さん釣りをしたら、釣りをしたい。そもそも、だって、片白を釣り寄す行為を真がしろっていうこと？なんか、どういうこと？
どういうことを言ってるのかがよくわからんけど。それこそさ、一角、昨日言ってたけど、一番さんが一角したと思って出てきた狂人って言ってたけど、一角した、一角じゃねってなったら、潜んでた方がよくないって俺思うんだけど。だって、隠し路神よりも先に占い霊の神でしょ、先に普通に考えて、騎士も出てくるんだったら騎士も入ってくるし。それで狂人だ、狂人だって言ってるのがよくわかんない。あと3番、5番さん、8番さんか、が言ってたけど、まあ一応4強2級ローって3番さん視点はあるけど、まあそれ普通ないんだけど、3番さんがそれも抜き落ちてるから、俺はそれこそ3。全プレイヤーの発言が主張。その疑いにはどんな根拠がある？きつい場面だけど、ちょっと頑張るわ。逆転チャンスを狙う。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してください。はい、まあまあまあ現実的に無理な話だと思うので、まあ普通に1さんだろうなと思って俺は3番さんにまあ入れたけど、あいつ3番さんだろうなとか1さんだろうなと思って、だから4強2級ローローっていう世界線も一応ある中で、普通、まあ、なんかよくよく考察したらない盤面なんだけど、それをないから 4級だよねっていう説明が3番さんは絶対必要だと思うし、1番さんこそ俺を強人ロックしてるから急釣りでよくない、じゃあ1番さん3番さんって言ってるんだけど。で、どの、ああ、だって一番さんが明日4か2占えばいい話でしょ、そしたら。って思うんだけど。夜が更けました。人狼に気をつけてくれ。8カメね、8カメ。8カメ。まあ、なんとかちょっと頑張ろう。はい、頑張りましょう。もう、オオカミは嫌いなんですけど、本当に頑張ります。うん。本当、オオカミは苦手なんです。夜が昨夜は1名の方が亡くなりました。真摯すべきものでは。8、9番のプレイヤーが発言します。はい、今日3番さん言ってくださいね。で、一番さんの偽要素を挙げると、一番さんって1日目には3を黒いと言った、8を黒いと言ったんですよね、一番さんっていうのは。3を怪しんだ、8を黒く怪しんだ。でも2日目っていうのは一番さんは9を黒い理由として3を怪しんでいないからって言ったんだよね。ここは明らかに矛盾していて、俺3については何も発言していないから、そこで怪しんでいないどうこうっていうのがまずおかしい。で、1は3城を持っているならば、9が3を怪しんでいないならば、9は結果、印象が良くなるはず。そこで急に黒を打ったっていうのが、一番さん明らかに矛盾している黒打ちですね。で、一番さんは4城打ったから、2級ローとかで追ってるのかな。面白いですね、一番さん。そんな感じかな。てか普通にさ、8番さんが4グッチョブしたんだからさ、普通に3いけないって村の人に思うんだけど、素直に考えて。3、だって3の視点だっておかしくない？ 1 日目だってさ、1を偽で追って、1が強人なら霊能に狼がいるっていうことしか言及していなくて、1が強人ならば霊能は6狼だっていう言及までできないっていうのが、明らかに1の偽まで追えない。だから4の芯を知っているからこそ1に若干の殴りを入れた1三ローっていう目線かな。はい、3位って。1番のプレイヤーが発言。はい、しっかり聞いてよ、しっかり聞いてよ。4強の2級人狼。4強の2級人狼です。
あの9番さんの黒要素しっかり言うよ。まず9番さんが猛烈に発言最後で6釣り誘導に言ったこと、俺言ったけど、俺は2強だと思ってたのね。あの4が2白打ってるから2番が強靭で霊能を持っていきたいから出てきた2強だと思ったけど、2がロー、2級ローロー。2級ローロのつながる意味しっかり言うから、あの9番がなぜ新目の6に行こうとしたのが納得できるし、これ2級だから。あと9番さんの黒要素は3の白透けしてるのね。みんな5も7も8も3を怪しんでたじゃん。そこを9番さんだけ、あの8に視点向けてた。もう俺はそれ白いと思ったよ。俺は3白だったからね。ランダム白が。だから俺は9番さんが白く見えた。けどみんなと視点違うのって9番さんじゃん。で、9番さんって占い審議もつけてなかったじゃん。1周目の2周目。そこが黒かったのよ。で、4の強靭要素ってしっかり言えるから、自分の白先に黒が打ててることを、それと強靭神ね。強靭感で俺の神明を落として、1つ打った後に2が黒を打って、2が決め打ちをしようとしたとこ。強靭を噛んだ後に1を打って、2が1を黒出して決め打ち、2を決め打ちさせようとした強靭神ね。9つって終わるから。5番さんと7番さん、ロックしないでよ。今日9釣りでお願いします。3番のプレイヤーが発言します。それでは3つ目の審査をしていきたいと思っております。4番さんがなぜグレーに黒を打てなかったか。まあ、要は簡単に言えば、1の白先に黒を打つことにより、グレーからの系統を買うことを避けた行為だと考えられますね。なんせ僕は絶対に白なので、4番さん強靭は絶対に僕は白だって分かってるんですよ。ここに黒だと打てば、グレーの5、7、8からは一切系統を買いませんからね。もしも4番さんが5、7に黒なんか打とうもんだったら、そこからの票は一切取れません。これは評価値を考えた強靭の行動でもあります。ただし僕もね、2番さんじゃなくて6番さんに霊能を言ってしまったのは、これは僕のミスでもありますよ。6番が神、2番狼、4番強靭、2級ローローですね。確かに霊能ローラーで僕が言ってしまったのもありますし、ただグレー考察の運命も、まず占いの審議が最初、神なのか、強なのか、ローなのかもやっぱ考えてましたし、霊能もやっぱり神教だと僕知らなくてもいいなと思ってたんですよ。正直、霊能の神教のね、霊能ローラーも正直必要ないので、霊能ローラーは、あの縄が無駄になってしまうので、だとしたら、狼がいたら、霊能ローラーしてもいいと思いますが、狼がいなかったら別にする必要もないかと思って、結構いろいろ考えてて、まあ、霊能ローラーするかどうかを皆様に提案したわけでございます。だからそれを8番までの間に考えておいてくださいと、ね、そうしたわけですね。なので、今日は4番強靭、2級ローローなので、今日は9番を釣ったら終わりですね。9番を釣ったら終わりです。4番でグッジョブが出てることにより、8番が間違えて強靭をガードし、狼が4番を噛んだということです。要はベグ神ということです。今日は9番に行ってください。9番に行けば全てが終わります。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあ3番の言ってることって1番の丸コピーだっていうふうに思ってくださいね。3番ってまるでグレー工作長かったでしょ。要は、占われたくなかったんですよ。4番が死んだっていうことを言うことでですね。結果でも占われちゃったってことで。3番は昨日の段階では、なんかな、4級狼しか追ってなかったよね。なんで？で、私は、私が非強靭に至る要素を言いましょうか。私は2と6、ちゃんと精査しようとしてました。はい。うん、2番の発言って初週の段階で私は、白先だったから触れられなかったけれども、2番ってなんかな、最初防衛感もあったし、8番はそんなに狼っぽくないっていうふうな言うことを一応言ってたけど、その理由付けがなかったから2番から行きたいっていうふうに言って、現に2番に投票してるんですよね。はい。で、私は、ネイロもちゃんと発言精査しようとしたから、2と6だったら2の方が発言うさいから、6、2番に行きたいってちゃんと精査をしていた。はい。で、私は昨日3番に投票していたのは、3番が黒結果が落ちているからです。はい。私視点3に黒が落ちているからです。で、1番、3番が、なんかな、昨日の段階から打って変わって私に4しろっていうふうに言って、コロッと変わったでしょ。はい。3番なんて1番の丸コピーでしょ？はい。3番釣ってくださいね。5番のプレイヤーが発言します。
七番さんごめん、これ聞きたいんだけどさ、9番ってさ、6番、2番で6番行った理由ってさ、8番が狼に見えた6番狂人が8をかばいに行ってる、8を弾きに行ってかばいに行ってるから、6番狂人に見えるからって9番、6番に行ったよね。これ合ってるかな？だとしたら2級ローローにしか見えないんですよ。4番が2周目で2番に対して、あんた1周目で白黒はっきり言うタイプだからって言ってたのに、白も黒も言わないじゃんって言ったか、僕4番に対して2番は一応進路にしたとしても、8番単体狼で発言したらつられちなるから、8番は狼っぽくない白いと思うよって2番言ってたよっていうふうに4番に言ったのね。僕が正しければ、僕の聞いた全てが正しければ、26って同じ理由で8番を弾いてたと思うのね。9番ってにもかかわらず、6番狂人が8番狼をかばいに行ってる、だから6番狂人、偽だ、6から行きますって言ったと思うんだけど、めちゃめちゃ2級に見えてるんですけど、26って同じ理由で8番を弾いてるのに、なんで6番のみに京明を塗り、6番から行ったんかなって気になってんだけど、これ違ったらなら教えて。合ってるんだよ。今日3級の欄ね、3級の欄。合ってるんだったら、僕の言ってること合ってるんだったら、7番3番入れ、僕9番入れるから、9番自身から聞きたくない？どういう意図があって26の真偽つけて、6強が8を助けに行ったって6番のみに言ったのかっていうのを、9番から聞きたいから、3番に入れんならば、僕9入れるから。いや、僕間違ってたら教えて、この発言の段階で。7番のプレイヤーが発言します。ああ、まあ、いいっすよ。全然、もう一回話聞けるっていう意味では。ただ僕は、そうっすね。まあ、いろいろじゃあ、ハーフハーフにして話しましょうか。まず、強いコードっていうのは急に。なんでかっていうと、4番確定紙で噛むことにより、まあ、多めに1を、占い、霊の手に2番目で霊の2枚で取られて、多めで霊の神教に見えるっていう、まあ、ちょっと、なんか固定概念っていうか、多少はないとも植え付けられるじゃないですか、僕らって。そうなった時に、残った1占い、4か神、噛まれて死んでいる1占い、つまり1が狼っていう視点にみんなを向けさせることができる。っていうのが強いですよね、やっぱり。2番がまさかの狼だと思わせないで。4番噛まれてるから、4番神、1番狼っていう思わせることができるかっていうのは強いですよね。だから正直1に黒打たれたようなもんでも別に言い張るんですよね。4番噛まれてるし、なおかつグッチョイも入ってる1番を噛む。それは強い。それが、2級の強み。で、今度は1番さんの話なんですけど、1番さんのその、なんだろう、あと20秒しかねえ。どうなんだっけな。9番の黒寄せたものとして、その占いの信仰をどこどこ、まあ、いや、怪しいと、とりあえず僕3番に言いますね。3番に見ればいいですね。はい、OK です。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠がある？3番頑張れ。3番頑張れ、ワンチャンいけるぞ。3番のプレイヤーが発言します。それでは、霊能ローラーでなぜ6番から釣られてしまったのか。答えは、6番が43ローローなし、579にラストウルフがいるという正解を言ってしまったからですね。6番さんが9番さんの狼位置を当ててしまったことにより、6番が投票されております。9番の投票初日を見てください。霊能ローラーで6番からと2番で6番が釣られた理由が全てそれですね。他に5番、6番、7番、8番、やっぱり3番を怪しんでいるんですね。ところが9番だけは僕のことを怪しんでない。それは簡単なことなんですね。僕が白だと分かっていた。それは1番さんもおっしゃっていたはずですね。要は9番の視点付けということになります。なぜ霊能で6番から釣られてしまったのか。答えは、6番が34ローローなし、579にラストオールがいるということを、正しいことを言ってしまった霊能者だからですね。正しいことを言ってしまった人間から釣られてしまった。もちろんそれに加担した僕も犯罪者ではありますが、9番ラストルフなので9番に投票してください。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まず6、
あげたとしたら、6自身が8を怪しんでいるっていう発言を落としてるからね。だから6の行動が狂人に見えた。 2はその発言をしていなかったからっていうだけね。26に関しては別に6が絶対偽だなんて言ってないから、そこなんかすごい拡大解釈されてるけどそうですね、まあ例えば2級ロー4強だった場合って、俺は3を怪しみます。なぜかって4が3黒内毒だから。そこで3についてあまり言及していないっていうのが私の資料予想として挙げてほしいかな。もし2級4強で追ってる人がいるならば、マジで3言ってください。お願いします。そんくらいです。以上です。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠が。勝ったやん、ほら。粘った甲斐あったじゃん。投票が終了しました。粘った甲斐あったじゃん。プレイヤーは9番、9番の遺言を発表してください。夜が更けました。人狼に気をつ、人狼の。七かも七ね。七神。俺を選ぶなんて。すべてタクマさんのおかげです、ね。いやー、よかったね。粘った甲斐あったね。はい。すべてタクマさんのおかげです。はい。素晴らしかったです。本当にすごかったです。素晴らしい。尊敬します。ありがとうございます。ちょっと LINE 作れたのが良かった。夜が昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。8番がその発言をラストルーフでする、エネアさんギフトありがとう、すると思えないからって言い方を2番もしてた。ごめん9番さん。あ、これどっちか見る、狂人どっちだった？6強だったね。え、マジ6は強だったの？6強だと思ったけど、2番さんが3なんか誘導してるから2級に見せようとしてるのかなって思っちゃった。2番さん狂人って、あーまあまあ、いや、いいんだけど、ね、2級でそんな回りくどいことするぐらいだったら出ないか。そうそう、あとあれだね、俺がやっぱ2日目生き残ってる時点でもうあそこでもう2安定じゃなくてやっぱ3級のランで減らせるべきだった。俺はもう絶対3行ってたから。マジやっぱノットやっぱいいことないなと思うわ。なんか結局打っても打たなくても結局決め打ちだから、俺がそこで指定しなかったのが悪かったわ。9番は自分の自己弁明とか自分の白評価とかじゃなくて、相手のプロ要素をちゃんと拾うべきですね。はい。それが敗因です。拾ったんだけど、なんか5番とかからさ。だからそれを言うべきですね。はい。言わなかったらあなたからは、ごめん。いや、4番ごめん。4番ごめん。5番のせいだ。ごめん。4番ごめん。5番のせい。ごめん。5番のせい。ごめん。9番さん。そうですね。5番さんのせいってことでね。